スの現代を音楽の作曲家、マイルス・デイビスに傾倒して、モダンジャズに強く影響されていることで知られる。同世代のイギリスのバイオリニストのナイジェル・ケネディと同じく EMI の販売戦略によって、往年の怒れる若者世代を意識したパンクファッションでマスコミに登場させられ、脚光を浴びた。サイモン・ナトルの長寿として、還元楽曲、 三人の叫ぶ強行スリースクリーミング、ポープスによって国際的に成功を収める。種地の作品はしばしば特徴的な個人様式で作曲されており、力強いリズムの推進力や、ジャズの加成法、旋律的要素の明快な存在、色彩的な還元楽法と様々な打楽器の活用が特徴的である。また、デューク・エディントンの作品から、 1970年代のテレビドラマの探偵もののテーマ音楽まで様々な音楽が暗示されている。本物のモダンジャズを作曲することのできる数少ないクラシック作曲家として知られる。数々の還元楽曲や室内楽曲のほか3作の歌劇がある。1作目は1988年に初演されたグリークグリークで、 これは、スティーブン・バーコフによる、オイリプス王の現代版に基づいている。二作目の、銀イザ・シルバー・タッシエは、アイルランドの劇作家、ショーン・オ・ケイシーが原作である。三作目は、アメリカの恒例の石油王と結婚し、謎の死を遂げたストリッパー、アンナ・ニコル・スミスの人生を元にした、アンナ・ニコル・アンナ・ニコールで、2011年に、ロンドンのロイヤル・オペラ・ハウスで上演された。 サクソフォン競争曲、子守唄ユはロックバイも名高い。1990年に、バーミンガム市公共楽団の初代常勤作曲家に、任命された。日本では、名については、マーク・アントニーとも、また性については、ターネージ、ターネージ、ターニッジなどとも表記される。アンナニ・コール・スミス・ファミリー、メイズ・ロイヤル・オペラ・ハウス・アズ・ファーザー・オブ・ハードーター、ブラッス・スリージー、オペラ・デイリー・メール。 ありがとうございます。